あ,あ暇だなあ暇だな彼女欲しいな欲しいなこの年になるとさああ出会いがないしなないない全然ないねああおい増本お前何やってんだよマッチングアプリマッチングアプリ知ってるかい <laughs> いや知ってるけど え、お前やってんのかこれ楽しいよ自分をいくらでも偽れるしななったら相手も偽ってるわけだしえっだってそれ偽り者同士がマッチングされても関係長く続かないでしょ、うん、だからこそだよだからこそつまりその時だけの割り切りの関係がジャブジャブ転がってるのさ偽り者同士が嘘でもいいから重なりたい夜ってあるだろう これはそんな弱者が傷を舐め合うために使うものさそうなんだえ、ま、っ真っ青のとお前も弱者なのか僕はそんな弱者たちを嘲笑って見ている強者かな偽り者たちが取り繕っているのを見ているのが楽しくてさ登録する暇なんてないよね でもほら可愛い子いたらねメッセージとか送る、うん、するわけないよ僕は強者だよ松本もういい強がりはよせねえん最近可愛い子いたいないな いなほい、うん、なんか最近のアイドルってさみんな同じ顔に見えるっていうか、うん、あみんな同じ顔に見えるな確かにねえ、うん、あの一昔前のアイドルとかはもうみんな飛び抜けて可愛くてもうこっち見てる方もドキ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 しちゃうもんで、うん、おい増本お前何やってんだ ?TikTok, TikTok 知ってるかい 知ってるけどあお前見てんのこれ楽しいよまだメジャーじゃない可愛い子がいっぱいいてさこっち向いて可愛い踊り踊ってくれるんだよしかもミニスカートとか履いたりしてドキドキさせてくれるし最近の女の子がみんな同じに見えるのはメイクのせいだねメイク例えばこの子なんか早寝のこなれメイク メイク感を前に押し出さないナチュラルな抜けが魅力的だよね。それから、この子なんかは昔からあるオルシャン系かなって思うけど、実はチャイボーグ入ってるよね。チャイボーグあー、出たよ。今も根、ね、強い地雷メイク。このメイクしてる子はずるいよね。赤いアイラインや唇もいいけど、整形レビューの涙袋だよね。これされちゃったら誰でも可愛く見えるから。でも本当に地雷な子が多いから気をつけて動画を選んでいかなきゃだけど、 ああ、まだまだオフェロメイクも人気だなどんどん進化してるし。あ,そうそうあもういい。何言ってるかわかんない。あ、あれだよね。つまりなんかみんな同じようなメイクしてるってことだよな。ね、<laughs> 今の話聞いてた女の子もそれぞれいろんなメイクをしているから。 そのあたりを理解しておかないと女心をつかむのは到底不可能だよ。